同性の風呂掃除全部見せます。天井と壁はアルコールを布につけて拭いていく。クイックルワイパーを使うと天井も楽に掃除できる。鏡と蛇口の水垢にはクエン酸、スポンジでこすっても取れないときはキッチンペーパーとラップでパックするのがおすすめ。クエン酸を使ったらよく洗い流しておいてね。おお、輝いてる。浴槽はバスタブクレンジング、吹きかけて流すだけで綺麗になるし、ボトルを逆さまにしても噴射できるのが結構使いやすい。床は定番のオキシクリーン、1時間ぐらいオキシ漬けします。スポンジで軽くこすって流して床掃除は終わり。カビが生えがちなレールにはキッチンハイターを使ってる。キッチンペーパーにハイターを吹きかけて10分放置して拭く。これ素手で触ると手が荒れるから掃除の時は手袋してね。排水口はカビハイターの粉を入れるだけ。もこもこ30分くらい待ってからよく洗い流して掃除完了。これ放置するだけでめっちゃ綺麗になる。今回紹介したハイターは塩素系だからクエン酸とか酸性のものと混ぜたらダメ。どちらかを使ったらよく洗い流してから次のものを使ってね。